GE90 NASA GE90 Airflow Simulation General Electric GE90 は、ゼネラルエレクトリックエアクラフトエンジンズが開発した、航空機用号バイパスターボファンエンジンである。初めて導入された、航空機は、1995年11月に、就航した、ブリティッシュエアウェイズ所有のボーイング777で、以降もボーイング777でのみ、採用されている。 ボーイング777は、777から200、777から 200ER、777から300では、GE90 の他に2種類のエンジンが採用されており、777から 200LR、777から 300ER 及び777回では、GE90 のみが採用されている。GE90 シリーズは、 航空史上最も巨大なエンジンであり、ファンの直径は初期型で3 1 2トル最新型の GE90 から115バイトでは3 2 5トルで、ある。また水力は329から5 1 2 k n で、あり、ギネスワールドレコーズの水力の記録には、最高水力の5 6 9 k n として認定されている。この数値は、 約60時間の運用限界耐久試験、最高ファン速度、最高コア速度、最高排出ガス温度の値である。増加するねじり圧力に対応させるため、全く新しいスチール合金の GE1014 は、非常に高精度に製作、加工された。1970年代に、アメリカ国立航空宇宙局の計画で作られた、省エネルギーエンジンを発展させた。 GE90 は10ステージの高圧コンプレッサーが23、1の圧力比を発生させる。これは産業記録である。複合材料で作られている GE-115B のファンブレードは非常に高度なデザインである。GE90 から115バイトのファンブレードはニューヨーク近代美術館に展示されている。GE90 搭載機がエンジントラブルで スペアパーツのない空港に緊急着陸した場合、エンジン単体においても、あまりに巨大なサイズのため、アン -124 ルスラーンのような、超巨大輸送機でなければ運ぶことができず、交換が非常に困難であるが、ファンをコアから取り外した状態であれば、ボーイング747輸送機で運ぶことができる。このようなリスクを、最小限に抑える代償として、 通常のメンテナンスコストの高騰を招いている。2005年12月17日、GE90 から94バイトを搭載した、エールフランスのソウル発パリーキボーイング777が、エンジントラブルを起こし、シベリアのイルクーツクへ緊急着陸した。この時には、実際に、アン -124 でエンジンを輸送し交換された。事故の原因は調査中である。 ボーイング787、ボーイング747から8向けの後継エンジン、ジェネックスは GE90 を元にして開発されている。GE アビエーションとプラットホイットニーの共同出資会社であるエンジンアライアンスは GE90 の派生型としてエアバス A380 向けの GP7200 を開発した。2012年2月に GE はボーイング 777X 向けのエンジンとして、やや小型の派生型 GE9X を発表した。GE90 から115バイトと同じ直径325センチメートルのファンを備え、水力は777から 9X 向けで 70KN 下げた 443KN、777から 8X 向けで 390KN とされた。バイパス比重。 1>, 1、圧縮比60、1の新型エンジンにより燃費は10%向上するとされていた。新規開発の11段高圧圧縮機で圧縮比27、1を実現する計画であった。2014年に g e は GEQX の仕様を改定し、水力を 450KN から 470KN に引き上げた。 ファン直径も 335cm から 339cm に拡大された。これにより GE-9X はこれまで GE が製造したエンジンの中でも最大のファンを備えることになった。GE を中心として日米欧の5カ国で国際共同開発が行われている。GE-90 より燃費が10%向上、水力10万ポンドで、 ファンの直径は 340cm と民間企業エンジンでは最大となった。第4世代の複合材を用いたファンブレードとファンケースが採用されている。2017年5月に認証試験が開始した。GE90 から94バイトを搭載したエールフランスのボーイング777から 200ER 一般的特性構成要素性能。 AGE90 から115バイトを2番パイロンに搭載した GE 社のボーイング747モヘベ空港にて試験飛行機2002年一般的特性構成要素、性能。ありがとうございます。